ファーストコンサート受付中です難しいな。ファースト。ファーストなんか難しい。なんか変換図が当ててきた。ファーストコンサート。なんて言えばいいんだろう。応募受付中応募受付中って日本語おかしい応募受付中って何だ 応募受付中って日本語おかしいかもしれないえそ,そんなことないファーストコース待ってますとか一般一般一般ななんて書いてあげるんだろう私これ打ってる途中さみんなのコメントを読めなくてさなんて書けばいいんだろうちょっとファーストコースあと難しいとりあえず一旦これにして後で変えよう あれ一般応募受付中あってる一般受付申し込み申し込み難しいな初横浜なので楽しみですえ嬉しいあ <laughs> 私じゃクマた え嬉しい来てくれるの嬉しいそう一般受付一般一般でもねこれ文字数制限があるからさどこまであるの一般一般チケット受付中です。一般編集あいけそう文字数。一般チケット。 となほいほいほいとなあおいちゃんに会いたい <laughs> 会いに来てファーストコンサート会いに来てでも応募がさ2日ぐらいしかなかったねたのなんか16日までとかだった気がするくま ほんとで楽し,む本当 <laughs> 嬉しい見つけやすい嬉しいワク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 なんか何このんかすごいあれだギフトが変わってるすごいこの勢いであおちゃんにハマったお得でしい嬉しい嬉しい,嬉しいよあ読んでなかったぜ そうさんお疲れありがとうワカナちゃんなんだこれ真珠みたいな貝から何これパールありがとうコロさんおなんか南国風のフラワーありがとうミサキちゃんお星がいっぱいありがとうエミーさんもお疲れありがとう名前さんも南国フラワーありがとうゾウちゃん何これペンギンがなんか何かをしている <laughs> なんだよありがとう。 たさん星ありがとう。はちびーさんも南国フラワーありがとう。ぽんちゃんアロハ,あ,アロハありがとう。ゆうさんもなんだこれ真珠ありがとう。マサさんも謎の真珠ありがとう。ノータンンこれ何してるのなんかヨットみたいなのってるのこれなにサーフィンペンギンありがとう。 クッキーさんもアロハーアロハーありがとうそうたさんもアロハーありがとうわガなちゃんもなんか謎のハート <laughs> ありがとう梅太郎さんおお星がいっぱいありがとう夫婦ちゃんお疲れおお疲れいっぱいありがとうおつお疲れおつおつありがとう小崎さんもお疲れありがとう嬉しいよあ新曲の <laughs> 新曲のやつ出た そそうだそうだだ8時半に出るんだったわ来ましたかどんなどんな写真載ってるどんな写真が載ってんだろうえ気になってきたえ楽しみにしててめっちゃ好きな曲めっちゃ好きな曲っすあ空が映ってんだへえ なるほどねいや楽しみにしといてくださいよ <laughs> めっちゃいいよめっちゃいいよとか言ってこれさどこまで言ってんだなんかさあれだわネタバレしちゃいそうやばいコンサート迷ってるえ絶対絶対絶対に絶対に来てくださいよ来て後悔させない <laughs> であー来てよかった来なかったら後悔してたわーってね思う思うコンサートにするよ楽しみにしててくださいよマジいいっすよもうさ何系とかも言えないからさ言ったらダメだからさ「もういいっすよ」しか言えない「いいっすよ」楽しみにしててねそれしか言えないわ もうなんかなんか言ったらなんかアウトなこと言ってしまいそう <laughs> ワク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 どんな感じになってんのかな「イコのイジョイ」でジョイにはまったので六本木のサマステいきました最高でしたえ本当 嬉しいえ楽しかったねおととい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 か <laughs> すごい楽しかった本当にねマジ最高でしたなんか野外は野外だけどさあのー、夜だったからさ結構しかも鳥をね鳥を務めさせていただいてびっくりすごくね楽しかったマジ楽しかったよ みんながなんか予想してる <laughs> 予想してるよ <laughs> まあね明日になればすべてがわかりますよめっちゃ好きな曲六本木楽しすぎてで本当に楽しかったライブは楽しいですねみんなが楽しそうにしてるのが嬉しかった 歌いそうになるねよくないほんとよくないなんか明日の MV のこと考えたら歌いそうになる本当にやばいって <laughs> やっぱ台湾楽しいね でやばい危ない危ないからさ私がもうさあの何、ー、て言うのあのー、なんか情報漏洩マンみたいになっちまうかもしれないからさ、あのー、この話は明日までやめよう <laughs> 明日になったらね何を話してもいいんだから。 18日のタイバー行くよ超楽しみ、えー、嬉しい私はめっちゃ楽しみにしてるえっうしすぎるえっちなみにペンライトは何色を振ってくれるんですか待ってるよ青とピンク <laughs> 今日もね楽しかった そのの洋服ボタンもハートなの可愛すぎそうだよ見てみてこれさしかもさこのさちょっと見てこれがさこうなんか分かれてると見せかけあ分かれてるよね分かれてるかれてると見せかけてるのさつながってんだよあこれ見えていいやつだから大丈夫これあ私の顔面が切れてたこれさだからワンピースなのめっちゃ着やすいそうワンピースなんか分かれてると見せかけてののワンピース くーまっくーまっるる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 台湾行ったことないけど10月のガルガル行ってみようかなとか思ってるえー、嬉しいでも台湾はあれだね、私はさ私自身台湾に行ったことがなくてさだからさ、みんないつもどんな感じでさ なんか待ってくれてるのかわかんないけど今の時期だとすごい暑くてやばいみたいななんかもう耐久レースみたいなさ聞いたりこう席が何オールスタンディングずっと立ちっぱなしだからさなんか本当に体調に気をつけてでも会いに来てくれるの嬉しい会いたいと思ってくれるのがね嬉しいなでもね本当にライブ大好きだからね会えたら嬉しいな悪魔待ってるクマよ クマタンはねね楽屋ににいるんだけどは、ね、はステージたよさこう動く踊るのがさこうさ難しいじゃないか。しししししししよ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 よよ 週末のお話し会話したいこといっぱいだえ私もええマジで楽しみ19日そうメイドさんだなんかメイドさんさ一応買ったんだけどなんかなんか微妙な感じなんか微妙な感じのメイドさんをね買ってしまったから、ね、どうして誰かに借りようかなとか思ってねちょっとね誰かにね貸してくれって今みんなが持ってるメイドさんをね 見ててもらってる誰かの借りるかも最近ショールームたくさん配信してくれて嬉しいよゆっくり休すねえありがとう私がねしたくてやってるから <laughs> ありがとう休むでもね今日はねもう寝るあのくあそうそう今日は9時半前ぐらいまでに終わるかなと思ってあのマイカさんがさあれですよ 仏壇,仏壇じゃない <laughs> 仏像なんかさ NHK のあれをねぜ前に出演されてたやつもね見たんだけどえっあれだよねなんか仏像みたいなやつだよね今日もさ見たいからさ9時半9時半ぐらいに仏壇, <laughs> 仏壇してたごめんなさいごめんなさいごめんなさいっ だから、く時半前ぐらいにね、終わるかなあいつでやなかった。ごめんね。みつき声大丈夫かなそれでもいきる。生きる。 先輩、をなんだこの新住、<laughs> ありがとうリノさん、リノちゃん、お疲れありがとう、ノりヒトさん、お疲れありがとう、ソウさんも星ありがとう、ノりヒトさんの何これなんかすごいなんかお花 なんかアロハって感じのなんかすごいやつありがとうマサさんも星ありがとうスナちゃんハートありがとうスナちゃんおおなんだこれは真珠かありがとうスナちゃんハートありがとうルータン星ありがとうキョロさんもほういっぱいありがとうノリヒトさんも南国フラワーありがとうノリヒトさんも星もありがとうこのひなさんハートありがとうはちびんさんもハートいっぱいありがとう えちゃん星ありがとうわかなちゃんも謎,謎のハート <laughs> ありがとうさくらちゃんアロハアロハありがとうまことさんも謎のなんか <laughs> 南国盛り合わせセット <laughs> ありがとうやばいえそうだよね私が今歌ったのはライオンですよね <laughs> やばいこれさ新曲だったらマジでさ人生終わりですよ 「それでも生きる」生きる「生きる生きるルールー」愛ちゃんのさモノマネみんなやるジュリーがね一番やってるからでもみんなやってるよあと「他人の芝は金色」「せゼ」ゼー これもねみんな真似してる <laughs> 確かにもう明日まで歌はやめよう <laughs> ちょっと封印そうそう今日ものまね自己紹介っていうのをさやったんですよスペシャルイベントスペイベ,スペイベライブの方来てくださった方さ <laughs> あのありがとうございましたその時にねやったのよなんか9時9時っていうかビブスなんだけどま9、あ、時みたいな形式でそのメンバーを引いて出たメンバーにそれぞれなりきって自己紹介するっていうやつをねやったんですよ「レノンの青ちゃんめちゃ似てたえ <laughs> ねっ!」 なんか嬉しいありがたかった <laughs> レノンレノンマジでおもろかった <laughs> レノンって天才なんだねレノンって天才なんだよ本当に声が大きいジュリーさんまねえそう私はねあの弾いたのがジュリーだったんだけどマジでねよかった安心した なんかさいやみんなそれぞれ特徴あるけどさみんなそれぞれさ特徴ありまくり個性ありまくりだけどさなんかいざこう一発一発でそれをなんかこうパーンってやってくださいみたいに言われるとさちょっと私がさあんまりにもあんま器用じゃないからさなんかそんなすぐパッとできる人じゃないんだけどそれでリハーサルの時に「えもうどうしようもう失敗しても場の空気がしらけてもう凍えて。 なんかみんなの顔がなんかシーンってこうなんかシーンってこうチベット砂なぎつねみたいな顔にさみんなをさしてしまったらどうしようみたいな感じでさ悩んでたのそしたらジュリーが来てくれて「いや大丈夫大丈夫私だった場合もでかい声でしゃべればいいからさ」ってって <laughs> なるほど」と思ってね「そっかジュリーが」出たらもうただただおっきい声でしゃべればいいのかと思ってね「あなるほどね」 さあでもまあュリーがでか分かんないからさなんかもうみんなの一応ちょっとね考えながらやってたんだけどそしたらさあ注意が出て「ああよかったああ本当によかった安心ですいやマジでよかった危ない危ないくーまっ だって私もうねマイク通さないで喋ってもね会場中に響き渡ってたもん私の声が楽しかったいや大空の衣装がいいんですよ いや、大空の衣装ってね、いいんだよ。着やすくて。着やすいんですよ。マジでね、着やすい。あさなちゃん、なんか謎の真珠。ありがとう。カジーさん、をアロハ、アロハ、ありがとう。はやちゃん、尊い。ありがとう。梅太郎さん、おなんか不思議な謎のあれだ、ペンギンだ。<laughs> ありがとう。んなん、これ。 ありがとう。うちゃんあまことさんもおお南国フラワーありがと。うゆいかちゃん、真珠おい真珠おいっぱいありがとう。うそなちゃん、ハートありがとう。うそうさんもなんか南国セットみたいな <laughs> ありがとう。う坊さん、お疲れありがとう。ゆうかちゃんもお真珠ありがとう。うくーまくーま。そう、マジでね、来やすい。ありがたいね。 ありがたいねーでマリンショーもさあ可いくて着やすいからまた着たいなマリンショーのさグッズとか出ないのかなあルン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  体調崩してゼフチなあこれわかるよ星ゼフチョウですが大西さんの配信見てるだけで治りそうです星 <laughs> 貫通なんで腕がさダメなんだろうね不思議だねえ、体調治してください <laughs> 体調治してちょっと私の聞いてくれてるのは嬉しいけどさもう寝てくださいよ <laughs> 休んでお大事に マリンめっちゃ好き本当私も好き可愛いよね出るかないつかでもさ今までのさ何か衣装のもの大体もう本当に全部さあれだよグッズになってるからさマリン衣装もグッズを出していただけるのではと思っているけど「こんばんはこの前申し込んだお話し会同棲しますえー 嬉しくてバイト中なのに騒いじゃうええー、私も嬉しくて騒いじゃう配信中なのに騒いじゃうあルン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 え楽しみいつ来てくれるんだろう嬉しいバイト偉すぎ偉いです天才く、まくま、確かに大感謝祭とかいうあの謎のお祭りがねあるようなのでそちらでえでもわかんないねどうなんだろう くーまくーま明日は台風なので引きこもって初めてお手紙書きますえ嬉しいえマジで待ってるでも台風は本当に気をつけてあのえ台風って雷落ちてくるなんかさ私さ結構さのな,な,なんて言うんだろうなんかなんだろうね雷雷がさ 雷が怖い怖いっちゃ怖いんだけどなんかあんま怖くなくてあのー、別に自分に落ちては来ないだろうと思ってねなんか別に大丈夫じゃないかなと思ってね平気で雷鳴ってても外歩くんだけど台風と雷関係ないか台風の感じ好きえっかるちょっと言っちゃいけないかもしれないけどねちょっとわかるななんか。 あのー、すごい昔ね幼稚園とか小学生ぐらいの時あのー、すごい台風でもう外がやばい感じだった時になんかねあのー、あれなんだよ弟とね弟もちっちゃかったその時すごいちっちゃかったんだけど一緒にねあのー、布団の中にねこう車ってねなんか <laughs> こう避難してた別にさ家の中にいるんだからさ家の中にいるんだから別にさ無事なんだけど。 なんかもうギャーとか言いながらね「うん帰るが落ちてくるぜ!」とか言ってなんかね布団の中にね潜ってはしゃいでたよ子供って楽しいねでも私は一応まだ子供ですあでもそうかでも年齢的には大人なのかな子供ははしゃぎがちほんとだよねそれが楽しいんです 油断禁物っすよ確かにねそうやって思ってるうちにさあのー、雷に打たれちゃうかもしれないあ家ん中も危ない時あるんだ辛いっす。

なんかそのー保育園幼稚園小学校よく分かんないけどその先生とかになんか雷鳴ってたらその雷鳴ってるのに外出たらなんかおへそ取られちゃうから室内にいなきゃダメだよみたいに言われたっぽくてそれでその、あのあ迎えに行ったなんか家に着いたそのお母さん メイクさんのお母さんと会った時に「あの僕のおへそある?」って言ってなんか確認してきたんだって可愛くない <laughs> 可愛いんだけど <laughs> でも可愛いってさ私はさあのー、まあね普通に普通のテンションで「えー、可愛いがやったんだけどさ舞がさもうなんか耳が割れるんじゃないかってぐらいでかい声でさ「えー、可愛い!」 うるさいかわいい <laughs> なんかメイクさんにこう髪の毛やっていただいてる時とかにまあんかジュリーとか前とかは結構よく喋ってるし私はまあぼそぼそんか喋んない子とかもいるしあたごめん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 ねごめんねめんごめんごめんごめん 大丈夫か。くま悪魔たんは最強だから大丈夫か。くまあふり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 。え、それでさ。なんかそうなんだけど、前がなんかずっと喋ってて <laughs>。ずっと喋ってたの。髪の毛をやってもらってる間にもう本当にずっと喋っててなんか？それでなんかメイクさんになんかすごいおしゃべりですね。みたいな <laughs>。おしゃべりですね。みたいに <laughs>。 <laughs> それでね隣に私もいたから「え本当にいずっと喋ってる?」だろ言ったらなんか「ガハハハって言ってたえマジずっと喋ってるから一人でなんかメイクさんが「あーそうなんですね」みたいな相づち基本相づち「ああそりゃー大変ですね」とか「なんかああそうなんですね」みたいな感じだけど前が一人でさずっと喋ってるんだよ でもなんかもっと早いな「アハハハは,ー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 はーじゃない「ハハハハ」って笑うかも「アハハハハハ」ってね笑う気がするちょっと似てないな「アハハハハハはってねちょっと似てないな似てないでもなんか早い「ハハハハハ」ってなんか高めでなんかこう早く「ハハハハハ」みたいなね笑い方する気がするもっと声高いか

さ橋ありがとうイロはちゃんもラブレターありがとうユーちゃんもおきしんじゅがいっぱいありがとうあよんだかここ読よんだっけあよんだような気がするなそうだよね、前はもっと豪快だよね。でも私がやるとさこうなんかね、私私が混ざっちゃう、私が混ざっちゃってさ、よくないね。 楽屋にカメラ入れれてくれえもうねやばいよなんかやばいなんかもうねあのみんなねあのドン引きするかもしれない私たちのなんか私たちがあまりにもうるさうるさくて変なことばっか話してるから変なことばっか話してるていう,うるさいからさ この間ね今何時だろう大丈夫か,この間なんか誰だっけ誰と話してたのか忘れちゃったけどなんか誰かと喋っててなんかもう, <laughs> もう絶対ファンの人聞いたらドン引きするよみたいな,なんか話ばっかりしてで「これで今隠し撮りされてたらどうする?」とか言って「怖っ」っていうね話になった。隠し撮りされてたらもう終わりだねっていう。 でも私は別にうるさくないからね私は <laughs> あのー、こうみんなの話を聞いてるだけ聞いててなんかたまに面白くて「はん」ってね「はん」って笑うそう私ね鼻で笑っちゃうんだよねこれさあんまよくないかもしれないことかもしれないかもしれないかもしれないっていっぱい言っちゃったいや私全然しゃべんない私ねあのー 家とかでもあんま喋ゃんないかあ喋るかいや喋んないなんか家族の中では喋んない方かも普通に基本的にあんまいやでも喋るか友達と一緒やったらすごい喋るかもしれないあでもどうなんだろう喋るときは喋る喋るときは喋るかしゃ喋るときは喋るけど 喋んないときは喋んない。え、そう鼻で笑っちゃうのどうしたらいいのかな。<laughs> なんかさ面白いのよ。なんかさこうねこう聞き聞き耳を立ててですね。あの聞き耳を立ててって言えないな。聞き耳を立ててですね。立てて立てて聞き聞き聞き耳を立てて あのそんな感じでさとにかくみんなの話をこう「ふむふむへえそうなんだ」みたいな感じでさこう X とかを見たりしながらね「あのへえへえそうなんだそうなんだ」そうなんだとかねわってね <laughs> 盗み聞きしてんだけどそれでさみんなのさ普通に喋ってるだけじゃなのにさ面白いからさなんかそれでさ「はん」って言っちゃう。は <laughs> ん <laughs> もうさでもしょうがないよね。 そうエックス杯なんだよねエックスだからさあ私最近あのさ「ツムツム」「チャ,チャこれ歌っちゃいけないかあてかあれだあれだ夢の国関連の話していいのかな大丈夫か別に話すだけなら。 あ、ポコさん虹ありがとう虹あまマさんも星ありがとうあれ読んだっけここらへんんだたいわボウさん尊いありがとうハチビーさんも星いっぱいありがとうなみちゃんなんだこりゃパール真珠ありがとうそうなんだよね キャラ出さなきゃ大丈夫。めちゃくちゃ変なタイミング投げちゃってごめん。全然全然嬉しいよ。嬉しいよ嬉しいよ。えめっちゃむずいんだよ。めっちゃむずくて全然ね得点上がんなくて。でもさあのー、なんていうのもう今やってない人とかでもさこうランキングのところにさ遡ればさ見れるの分かります？ランキングのところ遡ったらさ もう今はやってないけど昔やってた人のその昔の記録とかはさちょっと見れたりすんのそれでさなんかみんな見つなんだけど「マイツム何使ってるの私名前が分かんないんだけどめっちゃ好きなのがあって名前が分かんないんだよねなんかかわいいかわいい子 <laughs> でも人間じゃないと思う人間じゃなくてなんか犬なのかな分かんないや か愛いい子がいてこう横にね横ラインでねめっちゃ消してくれる子がいるのあと私ねシンデレラ持ってんだよね持ってんのすごくないくじみたいな違う何ガチャガチャ引いたらねたまたま出たからね持ってんだけどなんか多分ね使いこなせてないんだと思う弱くても多分まだそのスキルとかがまだ全然足りてないから 最高何点え待ってしょぼいかもしんない400万点ぐらいは行ったことあると思うでも私中1ぐらいの時にやってた時はあの1000万とかも行ったと思うでも今ね頑張って400万ぐらいかな、ね、使いこなせないよねでも私の友達私の友達の まあ具体的具体的っていうか友達が強いっていうか私の友達のお母さんがねすごい強くて私の友達のお母さんがすごいガチ勢で何かでなんかね1億点とか出してた気がする1億ってどういうこと ?1 億ってそん,なそんな存在するのそう私の友達のさお母さんがさ友達っていうか 幼馴染の一億おもろいよねそシンデレラ使って一億いってるらしいよめっちゃおもろいよねどういうこと私四百万なんだけど <laughs> えでも聞いてあのそれでさその今までやってた人のさなんか見れたりするじゃんその履歴を 今までの得点みたいなそれでなんかメンバーとかもちょいちょいいたから「なんかへえそうなんだ」とか思いながら <laughs> こうね今までのその最高得点とか見れるからさ「へえ」とか思いながらやってたんだけど <laughs> レノンが <laughs> レノンがねめっちゃ強かったなんか5,000万とか取ってたよ <laughs> レノンのその最高記録なんか昔の最高記録ね5,000万強すぎて笑ってしまった <laughs>。 めっちゃおもろい私もそんぐらいいきたいねえレノンって何でもできるからねレノンにできないことないからこっちとかあんのか、ね、確かに。 えー、私さ多分さあのピコ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 ってさこつなげんのさ多分あんま上手じゃないんだよねなんかさいつもさなんかその止まっちゃうつまずいちゃうのよおーすごいえっクマがサングラスしてんだけどえ可愛い,いえちょっとじゃあ待っててあの私はねあれだわあのメガネをクマちゃんにかけてあげようあれ私のメガネがなくなったあったあった こ私が毎日ガチでかけてるメガネをくまたんにかけてあげるあくまあ,か,あかわいいかわい,いよくーくありがとう、はちびんさんありがとう、はちびんさんほら見てくまたんおそろいく、くまーあくまたんもかっこいいサングラスが良かったくま なんでこんな土入りのメガネをつけないといけないんだクマ逆に目が悪くなっちゃいそうクマハチビーさん助けてクマえクマとはメガネ似合うえ可愛いえ可愛いい,い,いクマとはかわいいあかわいいよえめっちゃ可愛い,いどうしようえめっちゃ可愛くないどうしよう いやこうやってサングラスにしても可愛て、ね、かわいいよ。あかわいいよクマハハハチビンさんありがとうクマこれからもあおさんのことよろしくまよろしくまんでなんで,なんであくクマとかわいいねあーかわいいえ待ってかわいすぎじゃない 地球割れるでしょ地球割れちゃうよこんな可愛かったらこの可愛さにみんなが衝撃を受けて地球が割れてしまうよ可愛い,いこちらこそよろしくおねありがとうクマ可愛 <laughs> いいクマタン確かにクマタン小顔すぎて眼鏡がほんとだ私たちさ 私よりさすごい小顔だからさほら私と全然顔のサイズが違うからさもうなんか眼鏡の幅があまりまくりだ羨ましい話ですかわいいほら眼鏡を外しても可愛い可かわいい私ガチで眼鏡似合わないんだよね「葵ちゃん眼鏡かけてや」「やだ!」「絶対やだ!」 めっちゃ似合わないんだよね本当に眼鏡がうん東京で3番目ぐらいにね似合わない気がするなカキ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 そう目がさそんないい方じゃないえでもいい方じゃないって言っても多分ね0.20.3ぐらいあるんだよねあのコンタクトがさ マイナス二二点五ぐらい、マイナス二点二五、マイナス二二点五、マイナス点二五、そんぐらいだからそんなとんでもなく悪いわけじゃないんだけど。くまく メガネ似合いそうなメンバーとかいる？ええー、レノンえレノンねなんかえでもリコも似合うなえでもあゆみもよくレッスンの時メガネのこと多いけど可愛い,いめっちゃめっちゃ可愛い,いでもリコとレノンかな くまくまでもそれ以外のこのメガネメガネ姿をまず見たことがないやあ美月とか見た美月とか可愛かったでも他の子あんま見たことないなえ私はね似合わないからダメだよ くーまくーまくーま,くーま,くーまあ全然あれだ読んでなかったやばしごめんよランさんハートありがとうマルシェさんタコさんありがとうソウさんかわいいありがとうユサイチさんをペンギンの中謎の不思議なやつありがとうサナちゃんハートありがとう。 さんな南国のフラワーありがとうコロさんかわいいありがとうさなちゃんおなんか謎のハートありがとうユさイチさんお南国詰め合わせセットみたいなやつありがとうポコさんアロハアロハありがとうわかなちゃんおなんか不思議な謎のハートありがとうあおさんのメガネ姿見るまでオタクやめられねほんと 一生見れないかもしれない <laughs> もうすごいとんでもなく先になっちゃうかもしれないよ確かに難しいな眼鏡じゃあこれでさこうさこうどうしたらいいんだろう眼鏡が似合う似合うかいや似合わないよ <laughs> いや似合わないよ 今ここに鏡があるからさ見てみたんだけどさえ似合わないよ <laughs> 似合わないよ <laughs> めっちゃおもろい <laughs> えでもさやっぱショールームのさフィルターを通したらさ どうにかなるかもしれないよね <laughs> え似合わないよあれのび太くんみたいになっちゃったよのび太くんじゃんのび太くんしかもなんかレンズ曇ってるしのび太くんになっちゃった <laughs> のび太くんじゃん <laughs> 終わり <laughs> めっちゃレンズ汚いしそう私 自分のさ顔も体型もさのび太くんみたいなんだよねもう一回無理 <laughs> 絶対無理 <laughs> 今日今この瞬間を見てくれてた人だけ特別 <laughs> もうもうねもうね二度とかけないかもしれない <laughs> スクショ別にあげてもあ <laughs> げてもいいよ <laughs> いいけど <laughs> いいいいよ <laughs> く でも半目のスクショは乗せないでください <laughs>。メガネのレンズってさ普通外れるものなの私小学校の時に小午ぐらいに初めてメガネかけたんだけどなんかその時。 授業中暇すぎて眼鏡のねレンズ外したりしてたのそれって普通だったのかな、X、のフォロワー3万人になってほんと当にじゃあえっえ大勢の三万人のツイッターらではなく XX ら XXX エッグ何エッグさー何 <laughs> x の4 x を使用している人のことをなんて言うのツイッターではなくなんですかあフォロワーでいいかフォロワー確かにフォロワーっていう単語があるじゃないですか ありがとうございます。三万人のフォロワー様。すごい。三万人って。どういうこと。三万人ってどういうこと。日本の人口は。日本の人口は一億以上いるか。 確かに武道館ツーデイズまるくらいすごいじゃああれだねくまたんが開いちゃおうかなくまみんな来てくれるかなくまー楽しみくま楽しみくまーるんるんるるんる,んる,る,んる,るん万人の皆様 ファーストコンサート応募してくださいお願いしますお願いします待ってる待ってる待ってるよくまたんファーストコンサートはじめましてくまたんですくまはじめましてくまくまたんと言いますくま でも歌える歌がさあれだよ「僕はクマ」ぐらいしか思いつかないなやないよあどこまで読んだっけ記憶の彼方に忘れてしまったよわかなちゃんハートありがとう あゆみちゃん結婚していや結婚は大事なことなので今すぐには決められませんありがとうこうきさんも結婚してえっいや結婚はねだダメですそんなすぐ決めちゃ <laughs> ありがとうあ結婚して多いんだけどナミちゃん結婚していや結婚いや結婚はねやっぱさそんなさあの簡単に決めちゃダメだよだからさ一旦保留にさせてくださいよ ありがとうユサイチさん結婚結婚結婚した欲しい人多いんだねすごく嬉しいけどやっぱ私はさもうちょっと考えるべきだと思う <laughs> ありがとうハチビリさんかわいいいっぱいありがとうアミさんアミちゃんかなアミちゃんありがとうタコがいっぱいありがとう坊さんも頑張ったありがとう頑張っうわーいありがとう アマショーアットイコノイジョイさん南国南国セット <laughs> ありがとうバカなちゃん何これなんか GG って何ですかこれこれずっと疑問に思ってる GG ってなんだろう <laughs> ありがとうフローもありがとうカウきさん結婚して結婚はねさっきも言ったけれどももっと慎重にならないとダメですよ <laughs> ありがとうカウきさんかわいいあかっこいいもんあるすごいありがとうさナちゃん千万両何これ小判みたいな <laughs> ありがとう。ちゃんも星ありがとう。確かにあっ超孤独ライオンじゃなくて超孤独クマたんにしようかな確かに超孤独クマたんいいね「超孤独クマたんクマ」クマたんって踊れるの 自分で掴んだロンリンは気持ちのいいものでしょうくま裏切りも共感も探したってないくま超孤独くまーたん素敵くまーたってマサさん星ありがとうコウキさん gg なにこれ <laughs> ありがとうあ時間がそろそろ十六分やばい はいでは10歳「マサさんありがとうマサさんありがとう」そして12位が「マコトさんありがとうマコトさんありがとう」そして11位が「ボウさんありがとうボウさんありがとう」そして10位が「みさきちゃんありがとうみさきちゃんありがとう」そして9位が「ソウさんありがとうソウさんありがとう」そして8位が「 さんありがとうポコさんありがとうそして7位がキョロさんありがとうキョロさんありがとうそして6位がアマショーあとイコノイジョイさんありがとうアマショさんありがとうそして5位がユサイチさんありがとうユサイチさんありがとうそして4位がザワちゃんありがとうザワちゃんありがとう そして三位が味付けのりひとさんありがとう味付けのりひとさんありがとうそして二位が梅太郎さんありがとう梅太郎さんありがとう <names> そして一位がドゥルル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 ダンハチビさんありがとうハチビさんありがとう <noise> <noise> もう半から始まってしまうからさちょっとちょっと早いけどもう 今日はこれでおしまいにしようかしらありがとうございましたくまありがとうくままたねくまおやすみなさいくまパタ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 ありがとうそうだ明日新曲見てねあファーストコンサート迷ってくださってる方どうしようどうしようと思ってくださってる方は絶対に来てねありがとうおやすみなさーん